出した人もボールもらう、もらうって言ってください。ボール出たとしたら、この人も4原則あります。どういうことかって、まず広がっていた。なんでかというと、大体パス出したら、世の中の人は、ボールあっち行ったから、俺、テルからしたら俺より、あそこじゃない、ボールの方が危険やな。そやろ、俺ボール持ってない。なので、そっちに寄ります。ということは、リスペースしたら、今度この人が、フロントミートしていけるチャンスが。わかった？これ今まで教えてなかったけど、ね、ここで教えるチャンスがやってきた。だからで、パス、リターン。ほら、広がらない。ほら、フロントミートしやすい。この2人だけでも攻めれるわけ。ツーアウトの時なんかがそれをやってくれたり。広がっておいたら、フロントミートしやすい。こういうことが、まず、一つね。